ご覧の皆様こんにちは、ホステルと申します。今回はバイオハザード RE3 の発売が決まったということで、視聴者様からね、バイオハザード3ラストエスケープのプレイを改めてね、もう一周してみてはいかがっていう風なコメントを頂戴しましたのでね。なのでバイオハザード3改めてもう一度プレイしてからバイオハザード RE3 に臨んでいこうかなっていう感じだね。ま、2週目になるんですけれども、バイオハザード RE3 の話も交えながらのプレイとなりますので、本日もどうぞよろしくお願いいたします。ではやっていきますよ。It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella.No one dared to oppose them, and that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions, but there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing.It was Raccoon City's last chance, and my last chance. My last escape. This is Chopper Delta, preparing to drop off at area E950704. What are they?さあ、移動可能になりましたね。ではやっていきましょうか。最初のやつはまあ噛まれながら進むのが常道手段なんで、ここで弾薬は使えません。では行きましょう。いやー、それにしても最初のムービーシーンね、俺あの金髪ポニーテールのピンクのピンクにしたゾンビちゃんになったら噛まれてもいいなと思ったわいたよね、いたよね、ムービーの中に。かわいい、盗作してるんだけど、完全に。夜も末だわ。September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Okay.We've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there. How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't going to be any rescue. We have to get out of here. No! I'm not going anywhere.
I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters! Now leave me alone! で、このダリオロストも、バイオハザード RE3 に出てくるよね。確か。もうプロモーションムービーとかに出てたような気がするわ、ダリオロスト。で、そうなってくると気になってくるのが、バイオハザード RE2 でもあったゴーストサバイバーだよね。あるのかな、ゴーストサバイバー。これハンドガン一つだけ？弾。あれ？これクイックターンってどうやってやるんだっけ？あ、はい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 。レバーを、ジルから見て後ろ方向に倒して、で、バツボタンか。なんか R2 が180度ターンのタイトルなかったっけ？どれだっけ？覚えてねえわ。で、俺バイオハザード RE3 の情報が出て、すげえ最初喜んだんだけど、一つだけ。初めて映像を見てがっかりした点があるんだよね。なんだと思う？当ててみて。しばらく待つわ。ナイフ使わなくてもいけるかな。基本的にガンパウダーはグレネード冷凍弾として運用していきたいんで、これ預けとく。確かこの部屋に鍵あったよね。あ、タイプライターの。あれも取っとかないと。早速セーブしとこう。ラジコン操作久しぶりだから、思わぬ方向に向いてしまうこともあるけど、勘弁してね。そこまでやり込んでるってわけじゃないんで。タイムアタック性とかに比べてね。よし、預けていこう。インクリボンはアイテム欄圧迫するだけだからね。で、バイオハザード RE3 が発表されて、俺が一番がっかりした点。それがどこかっていうと、なんでジルがミニスカチューブトップじゃねえんだよ。え？正解した人。はーい。一人で何言ってんだこいつ。では鍵開けて先進んでいきましょうか。これこの入り口の鍵だよね。大体これどうやってさ、ここに入ってきたの？この倉庫に。倉庫に入ってきてどうやって鍵かけたんだ？ダリオロスは確かね、娘が追いかけられていて、後からのイベントで。で、ここで哀れ死体となって登場するんだよね。もしかしたらゴーストサバイバー的なものがあったら、ダリオロストが娘と逃げるようなストーリー で、もしかしたら戦闘そのものができない可能性もあるよね。彼の場合は。ひたすらゾンビから逃げるだけの、そういうストーリーになるかもしれない。こういうアップタウンとかのこの辺のボロい街並みとかも、再現されんのかな？ブラッドが出ていく。で、ここは一度マップを切り替えて、ゾンビの配置をね、リセットした方がやりやすくなると。だけど、基本的には、殲滅していかないといけないプレイヤースキルだから、倒していくんだけどね。多分全部回避勢とかは、ここ、速攻で切り抜けていくんだろうけど。倒れて！倒れろ！一発無駄打ちしちゃった。あ、これリロードできないんだ。途中で。組み合わせないといけないね。じゃ階段のところまでおびき寄せて、本来はね、階段まで来ると、ゾンビはゲロ吐くことしかできなくなるから、それで倒していく。そこまで行けばナイフでも倒せるんだよね。結構耐久力高いですね。もう30発あった弾が残り半分にもなってないか。30発じゃない、45発あったか。こいつも表に出しておいて倒していきましょうか。このね、いやらしく胸がはだけてゾンビちゃん。興奮してきちゃいますね。で、自動小銃が向いてるんで、行ってみると。あんまりしょっぱなからダメージ受けたくないな。この先にはショットガンがありますんで、しっかりと押さえておく。取りましょう。アイテムある？これなんだっけ？ライターオイル。
あ、ここどうすんの、襲いとかないといけないんだ。で、牛がたがっている死体からショットガンを交差しよう。お前の片身、ありがたく使わせていただく。眠っていいぞ。やさかに成仏してくれ。あとは俺が生き残ることだけ。祈っててくれ、天国から。マップってどうやって開くんだっけ？違うわ。三角？セレクトでキーコンフィグが出てきた。こちら側に行くと、アップダウンをぐるっと回るような感じになってんな。アイテムって落ちてたっけ？一応覗いていこう。ネメシスに追いかけられる前にね。ただ、RE3 に比べると、ネメシスの対処はだいぶ楽だと思うわ。あ、ここゾンビいなかったっけ？あれ？あ、ダリオロッツの娘だ。これがまたセクシーなんだよね。おっと危ない。そうはイカの銀玉ですよ。おっとっとっと、あ、ここ弾落ちてなかったっけ。で、こちら側に戻ると哀れ屍になっているわけですよ。ゾンビが鷹を産んだかのような娘がね、ここにいるわけで、確かダリオロッソも死体として出てくるはずなんだよね。で、そこの中を調べるとアイテムが出てきたような気がするんだけど、ゾンビ再配置されてたかな。娘の声を聞いてトラックから飛び出してくるんじゃなかったっけ、彼は。まだ出てきてないか。ダリオロッソゾンビとかいるのかな。あ、まだ出てきてないか。ゾンビに対して弾撃ったの無駄になっちゃった。まあいいわ。で、このガンパウダーの仕様なんだけど、作れば作るほど、完成する弾の量が多くなるんだよね。だから、単体で調合して調合回数を重ねるか、ガンパウダー同士で調合して大量に弾薬を作るか、どっちかの取捨選択ができるってことだよね。取捨選択って言えてないけど。調合して作る方がたくさんの弾薬数ができるんだけれども、経験値アップにはならないみたいな。調合を重ねることによって強化弾を作ったりとかできるようにもなるんだよね、このゲーム。そのあたりのガンパウダーの使い方に関しては、多分ね、RE3 よりもこのオリジナルの3の方が、もしかしたら面白いかもしれないね。RE3 に関しては、RE2 と同じような感じで、ガンパウダー同士でハンドガン、ガンパウダーと強化火薬でショットガン、で、強化火薬同士でバグダムっていうようなパターンしかないと思うんだよね。だから、いろいろ、調合に関しての取り回しは、このオリジナルの方がいいかもしれない。ここへ奥へ行くと食われてるやつがいるけど、はしごの上に行けば弾が手に入るが、しかし、今は、弾薬よりも、ハーブよりも弾薬の方が少ないから、無視して先へ進みましょう。で、ここまで来るとブラッドがいるから、合流しておきましょうか。あー、だけどこれ、ちょっと待って、弾がない俺。ははは。とりあえず一体普通に倒して、あ、倒した。もう一体は多分5発で倒せるかどうかわかんないんで、ショットガンの情報攻撃で頭吹っ飛ばしましょう。ちょ、待て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 、それはまずい、それはまずい。ゲロのところまで交代して、戦うというね、この珠玉のテクニック。まさにプロのバイオハザードプレイヤーと言っても過言ではあるまい。この見やすいところで頭吹っ飛ばしましょう。敵との距離感がね、固定カメラだったらやっぱりなかなかつかめないよね。だからヘッドショットになる判定が判定になっているかどうかっていうところまで敵に接近しているかどうかがカメラワークによっては分かりづらいから、そのあたり弾薬のマネージメントもしっかりしていかないとね。敵を全て倒して進むようだと弾がつきやすいゲームだから。ここブラッドって助けないとダメなんだったっけ。確か俺これ何もしなくてもブラッド倒してくれたよね。ちょっと見てよ。
ブラッドの活躍をよくやった。すまない、援護することができなかった。このローアングル PS4 で見たかった。なんでパンツスタイルになってるんだろう、ジル。俺これ多分ね、このバイオハザードオリジナルの3の2周目のプレイやってる間ずっと言い続けると思うわ。変態サイコパス実況者。ブラッドは同じような服装で出てくるのにな、ベストで。で、この迷彩柄のパンツだっけ。トップスは確か同じような感じだったよね、ムービー見てる限りでも。なんでジルあんなに服装変わっちゃってるんだろう。名残惜しいわ。名残惜しい、言い方正しいか、そもそも。いいバージが。弾薬ありがたい。レジの中に弾薬があるのはアメリカならではだね。日本だったらありえない。なんか光ってなかった？ライター、こんなところにライターあったっけ。え、ライターの設置場所ってここだっけ。マジ俺全然覚えてねえ。アイテム多少ランダム性あったのかな、これ覚えてないな。こんなところだっけ、ライターの設置してある場所。いやマジで俺もちょっとびっくりしたんだけど。ではこのアップダウンのね、この先へ進んでいきましょう。あ、これコントローラーぐるぐるするのすごい難しい。スティックの感度も良くないし、あんまりぐるぐるしない方がいいかもしれないな。酔うかもしれない。いや俺は酔わないんだけど、視聴者とかがね。他のゲームでも言ってたけど、俺はゲーム余裕は一切しない人なんで。あ、そっか、ライター手に入れないとそもそもの話ここ進めねえんだったわ。そうだったね。で、ここでゾンビが来るから、で、攻撃オブジェクトの方に寄せて、で、まとめて殺していくと。スタイルのいい不景さんのゾンビたまんね、噛まれて。そこー、あー、後ろ巻き込めなかったか。もうちょっと寄せてもよかったね。とりあえず倒れてろ。いい喘ぎ声でした、ご苦労だった。で、こっちにアイテムあるからしっかりと押さえといてね。グリーンハーブを単体で持っていたのはわけがあった。ここにレッドハーブ、ありがてえ。役の売人みてえなんだけど、役の売人になって先へ進んでいきましょう。こいつらハンドガード多分持ってるかな。写真へ、警官隊出撃の様子が映されている。はい、あちこち食いちぎられた跡がある。ちょっと弾持ってねえのかこいつら。不敬さん生きてるかもしれないから、あ、生きてないね、死んでる。ここにライターを使っていきましょう。ここを燃やして先へ進んでいきます。どこがからか、道路燃えてるところで犬出てこなかったっけ。あ、ここだわ。犬は滞りなく無視していく。入って、っしゃ。犬に追いかけられているにもかかわらず普通に扉を開けていく、このジルね。 RE3 だったらこんなことできねえだろうけど、 RE2 ならではのね。え、冷凍弾ってどうやって作るんだっけ。ガンパウダー C と C だったかな。やべ、ちょっとマニュアル読んどこう。ガンパウダーのリロードマニュアル、リロードツールのマニュアル読んどかないといけないな。どれだ、プレイングマニュアルってどっちだっけ、赤青、一応両方出そう。使用のね、おさらいするためにも一度読んでおきましょうか。弾薬調合システムはリロードツールとガンパウダーの2つが必要です。で、ガンパウダーとリロードツールを組み合わせると弾薬が作られる仕様になっているってことだね。で、ガンパウダーは A、B、C の3種類。
で、基本的な作成例、ここに出てますね。C プラス C を調合したガンパウダーをリロードツールと組み合わせることによって、グレネードの冷凍弾ができるみたいです。っていうことだね。で、グレネードは各種弾丸を作ることができる。この後出てくるネメシスに対して、グレネードの冷凍弾がものすごい有効なんですよ。このあたり、再現されるかな ?RE3 で。グレネード弾の各種弾薬。ただ、このあたりは、本当に再現してほしいところだよね。緊急回避。あ、これは噛みつかれた時か。で、その下に出ているやつが敵の攻撃を受ける瞬間に、R1 ボタンを押すと、回避ができると。この辺 RE3 でも再現されてるよね。敵が掴みモーションに入ってきた時に、右スティックじゃねえわ、左スティックか、と R1 を同時に押せば、回避が発生すると。いう感じになっていますね。よし、それでは、時間もいいところですので、今回はセーブして終了にしましょう。ご視聴くださいまして誠にありがとうございました。そういえば、次もタイプライターになるのかな、セーブは。イングリボンも必要なのかな。これ何気に、セーブ回数に縛りがあって、難易度向上に一役立ってるからね。バイオハザード RE2 だと、隠し武器の入手条件として、セーブ回数の縛りもあったから、その辺ももしかしたら再現されてるかもしれないよね。はい、それでは今回はこの辺で終了にしましょう。ご視聴ありがとうございました。